カラス州はナミビアの州の一つ。2013年8月8日まではカラスレギオンと綴られていたが、州内現地語の一つ生語に合わせ、現州名へ変更された。州名の頭文字であるは、死刑側面吸着音と呼ばれるシーンを表す記号であり、環境によっては表示できないためしばしが代用されている。独立後の1992年8月31日に、 設置。その名前はカラス山脈の南側が地域に存在することに由来する。面積はナミビアの州の中では最も大きいが、反面人口は10万人にも満たない。またその半数が5つの都市に居住している。カラス州の都市としては、ケートマンス・フープ、カラスブルグ、リューゲリッツが挙げられる。この地域は小規模な農村地帯と大部分の羊といった、 牧畜地帯によって構成される。港湾都市のリューデリッツでは漁業と造船業が盛んで、海岸沿いから沖合にかけてはダイヤモンド生産地域がある。他に亜鉛、銅、鈴、銀、大理石、セメントやガラスの原材料が採掘可能である。この地域の経済成長の可能性は無視できないが、徹底的な開発が必要である。 ダイヤモンド鉱山に由来する利益によって多くの税収が上げられる可能性を持つ。観光資源としては、アイアイ地域のアイアイ温泉、フィッシュ川渓谷、野生動物観賞などがある。鉄道と二つの道路は南アフリカ共和国への交通手段となっている。ほとんどの幹線道路は舗装されている。ありがとうございます。